学童の子どもたちは僕をパラアスリートとしてではなく、ただの足が速い人間だと思ってる。足がないことでいろいろな困難に遭ってきたと思われることが多いけど、そう思ったことは一度もない。競技用義足は僕に無限の可能性をくれた。走り幅跳びでは義足のパラアスリートが世界記録を更新した。スポーツの新たな可能性を見出した。自分の限界を試す場だった陸上が東京パラリンピックという大きな夢になった。これから人間はどう進化し、どう走っていくのか。常識を塗り替えていこう。